ズーニーロケット弾、ズーニーロケット弾はアメリカ軍が採用した直径5インチの無誘導ロケット弾である。対空、対地攻撃に使用されるほか、チャフにも使われる。海軍と海兵隊で運用されている。第二次世界大戦中に開発され、戦中戦後にかけて広く使用されたバルの後継として1950年代前半に開発された。 各種の弾頭と新艦を装着することができるように設計されている。主に4連装のラウ -10 ポットに装填して搭載するが、2連装のラウ -33A、A とラウ -35A、A も存在し、F-8 クルセーバーと OV-10 ブロンコに搭載される。ベトナム戦争中には、対空戦闘での戦果も上げている。 1967年5月1日、北ベトナム上空において、空母、ボノム・リシャールから発艦した、ア・マイナス76スピリッツ攻撃飛行隊の、セオドア・アール・スワーツ少佐の操縦する A-4、シースカイ・ホークが、北ベトナム軍所属のミック・マイナス17フレスコを、大地用のズーニーで撃墜した。スワーツ少佐はこの功績により、シルバースターを授与された。 ズーニーロケット弾によって引き起こされた空母・ホレスタル艦上の誘爆事故ベトナム戦争中の1967年に空母・ホレスタルの飛行艦艦上でマーク32ズーニーを搭載した F-4 ファントム2が電気配線のショートによる誤射を起こし車線上の A-4 スカイホークを直撃航空燃料による火災から航空爆弾が次々に誘爆 さらには、漏れた航空燃料が、艦内に流れ込んで、引火、延焼したため134名の乗組員が死亡、艦載機21機が破損した。直撃した A-4 に登場していたのは、後に上院議員となったジョン・マケイン3世であり、直撃からわずか90秒後に機に搭載されていた、爆弾が爆発するまでの間に、ま一発脱出したが、 爆発の破片で負傷している。1969年には空母エンタープライズの艦上で他の機体のジェットブラストを浴び続けて加熱されたズーニーが爆発し乗組員27名が死亡314名が負傷15機の関西機が破損した。ありがとうございます。